イギリス鉄道395系電車は、イギリスのサウスイースタン鉄道の高速列車用、電車である。ロンドンから、英仏海峡トンネルの入り口がある、ケント県、フォークストン間の高速新線、CTRL の速達化を目的として、2009年12月から、最高速度時速 225km での運行を、開始した。投げやりを意味するジャベリンの愛称がある。 2012年に開催されたロンドンオリンピックの会場アクセス用列車、オリンピックジャベリンとしても使用された。英国内の高速新線を使用した高速列車に使用される電車編成であり、日本の車両メーカーが初めて製作した欧州の高速鉄道車両として注目されている。当初は2億5000万ポンドで28編成の発注が その後に一編成の追加発注が日立製作所に対してなされ、山口県下松市の笠戸事業所で製造された。2007年8月23日に最初の編成がサウサンプトン港に陸揚げされた。2007年8月から委託会社であるセルコによって試運転が行われるため、まず4編成が受領されている。 残りの編成は2008年から2009年にかけて受領され2009年8月17日にすべての編成の納入を完了した。電車はケント県のアシフォード車両基地を拠点とする。395型は車両保有会社である HSBC ホールディングス傘下の車両リース会社エバーショルトレールグループが保有し、同社からサウスイースタンにリースされる。 全ての編成にイギリスのメダリストの愛称名が付けられる予定になっており、第1編成はケリー・ホームズ選手にちなんでティム・ケリーと名付けられた。2009年12月18日、イギリスを襲った大寒波により、英仏海峡トンネルを走っていたユーロスターの車両がトンネル内で故障し、およそ500人の乗客及び乗員がトンネル内に閉じ込められる事故が発生した。 当局はトンネル内に閉じ込められた乗客を救うため395型を救援列車として英仏海峡トンネルへ向かわせ取り残されていた乗員乗客全員を16時間ぶりに救出した。2010年4月14日英国ハイスピード1路線向け高速鉄道車両の開発に対し車両メーカーである日立製作所が第39回日本産業技術対象 内閣総理大臣賞を受賞した395系の車内 A トレーンの技術を用いたダブルスキン構造のアルミニウム合金製の車体を採用する車両設計にあたり英国及び欧州の規格を満たす必要があったため戦闘形状について新幹線車両設計時に使用されたトンネル引き圧波シミュレーション技術が用いられている 編成は両端の制御車と中間電動車4両からなる6両固定編成を組んでおり、最大で2編成を並結した12両編成での運行が可能である。電気方式は高速線区間の交流電化と在来線の直流電化の双方に対応している。パンタグラフは両端の制御車に設置されている。保安装置は ETOX-TEVM430。 トレーンプロテクションウォーニングシステム KVB を搭載する。その他 GPS を用いて列車の位置を演算し、プラットフォーム上の定位置に列車を止める装置も装備している。ありがとうございます。